第五人格初心者名物死神救助、いわゆる即救助にあたるこの行動がなぜダメなのかを説明していこうと思います。椅子には合わせて60秒間座っていることができます。正確に言うと30秒着席券をサバイバー1人につき2枚持っているというイメージですかね。そのため1枚目の着席券が切れる前に救助されれば、もう一度椅子に座らされてももう1枚の着席券でまた30秒間耐えることができるということです。しかし30秒の半分の線を超えてしまった場合、すでに2枚目の着席券が適用されてしまっているので残りの着席券が0枚になってしまいます。そのため次に椅子に拘束されたら即座にゲームから脱落ということになってしまうのです。これがいわゆる5割救助というやつです。カラオケで1時間延長料金を支払った直後に帰ってしまうみたいなもったいなさがありますね。だからこそなるべく長い時間ゲームに参加し、味方が解読する時間を確保するために1枚の着席券が切れる30秒ギリギリのタイミングで救助することが望ましいとされています。ただ逆にギリギリに過ぎると救助狩りのリスクが跳ね上がってしまうので、24秒ぐらいで救助をする4割救助が一番現実的で効率的な救助であると言われています。これがいわゆる4割救助と9割救助の仕組みになります。ちなみに着席券を使っているかどうかは右上のアイコンで確認することができます。右上のアイコンの名前の部分が赤くなっている場合、少なくとも1枚以上着席券を使用しているということです。さあ4割救助と9割救助の仕組みも分かったし、24秒ギリギリで救助するか。次回、救助狩りされない方法